今日も来たぜ、タケ TV100 だ。今日紹介するのは、スーリーのバックパックです。バックパックだっすね。バックパッカー、バックパック。バックパックってあのリュックサックですね。リュックサックなんですよ。スウェーデンのブランドらしいですね。あの結構ね、僕は知ってるのはあの車のね、キャリアとかね、ああいうのによく使われてますよね。スーリー、こういうカバンとかも作ってるんですよね。あの最近ではこういうアップルストアとかでも売ってるんですかね。このガジェットが入れられるんですね。中が結構クッション性があっていいみたいですね。では早速詳細を見てみましょう。はい、素材はこんな感じですね。なんかね、ジンベエザメみたいですよね、この点々が。これね、なんかね、防水じゃないんですけど防滴らしいですね。まあ水を弾く素材です。まあ、ちょっとビニールっぽい感じもしますね。ほらほら。で、僕はこの青色がね、かっこいいかなと。これよく見たら、これ見えますかね、このチャックの留め金のところにスーリーって入ってますよね。なんかこのブルーはちょっとね、半透明なんですよね。なんかかっこよすっすな、かっこよす。そしてこれ、ここね、これセーフゾーン、こうほら、ちょっとね、ここだけ硬いんですよ。で、完全にここだけ防水になってるみたいですね。で、ちょっと開けると中にですね、まあ大事な、例えばメガネとかね、バシャーンと入れたり、あとちょうどここに iPhone ですね。これ iPhone5S ですけども、あ、ちょっと 5S、 あ、5S はちょうどぴったりなサイズですね。今の iPhone6 だとちょっとひょっとしたら入らないかもしれないですね。ほらほら、全然カチカチっとね、 これであのリュックサックをバタンと倒しても大丈夫なようにできます。ではちょっとセカローって見ようと思います。セカローって見ようと思います。せーの、ほほこんな感じですね。後ろ、前、後ろ、前。ほらほら、こんなところにね、こういうベルトのとこもちょっとおしゃれですよね。この斜めラインがいいんすよね。これほら、タケ TV の、タケ TV のアイコンですよ、これほら。で、この前もね、こういうほら、これなんか動くんすよね。動くんすな。で、このスーリーのバックパックは3種類あります。これがちょうど中ぐらいの25リットルタイプですね。その上に、これですね、32リットルタイプ。ちょっと大きいんですよね。これのもう一個下が、こんな感じ。こう肩掛けショルダーですね。両方にないんですね。この肩掛けの、この小さいタイプもあります。まあ、ちょうど真ん中がいいかなと、いいかなって感じでね、買っちゃいましたね。で、これが三段式のカメラ用の三脚なんですけども、これがね、ちょうどね、ほら、結構深いんで、もう三脚なんかももう余裕で入ります。これさすがに、この刀、さすがに刀は入らへんやろ。さすがにね、さすがに刀はやっぱ入らないんで、これぐらいになりますね。ほら、あ、ま、こうやって、おー、いけるいける。シャキーが、抜けねえな。ちょっと刀を抜くことはできないですね。で、横のチャックも、こうやってほら、斜め焼きなんですよね。斜め焼きなんで、こう下にポンと置いた状態でこうペローンとやりやすいんですよね。で、ほらほらほら、中ね、これクッション性のあるポケットがあるんですよね。これ MacBook の大きいやつも入るみたいですよね。ほら、スポンジなんですよね、ここ。こうスポンジが2層になってます。こう iPad とかね、こういうところにね、サクッと入りますよね。あ、結構、あ、ちょっと深いかな。まあ深いけど、まあまあ余裕で入りますよね。さっきのこの貴重品を入れるこのセーフティーゾーンの後ろがこんな感じになってますね。これに手がちょっと引っかかりやすいですかね。でも結構広い。こんなね、ダウンジャケットとかも余裕ですわね。余裕で、余裕っす。ほら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 、エナリュック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 、あ、バックパック余裕やね。本当にこれなんかね、ポケットが多いんですよね。ポケットが多いんですよね。このさっきの横以外にさらに前ですよね。で、これ結構ポケットがね、いっぱいついてるんですよね。前の方にもチャックがあって、ペローンと中にこういうペン入れとか、こういうね、なんかちょっとした小物入れがいっぱいあるんですよね。こっちもほら、網網になっててね、まあ、こういうところにはもう無造作にコードとか押し込んで、こんなレンズとかもね、ほらほら、こんな感じでね、ポケットがいっぱいあるっていいですよね。あとこれほら、後ろのこの背中の部分、
なんかタイヤみたいなね、こんなクッション、これもなかなかいい感じですよね。ちょっとこれを背負ってお出かけしましたんで、あの西宮神社ですね、ちょっとその時の映像を見てみましょう。どうぞ。福娘可愛かったですね。まあそんな感じでね。で、これね、結構実はね、これ横ですよね。横のこのポケットが便利なんですよね。これちょっと大きいんですけど、これ2リッターかな、2リッターのコカ・コーラがズボーンと入っちゃいますよね。この横の部分がゴムになってて、結構大きいペットボトルなんかも入っちゃいます。これなかなか便利なんですよね。はい、というわけで、こちらスーリーのバックパックでした。詳しくは下の説明欄に書いてますので、皆さんチェックしてくださいね。 Amazon からも買えちゃいます。というわけで、スーリーのバックパックでした。じゃあね、バーイ。ナテ TV 100チャンネル登録よろしくね。